ニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジ、1964年1月7日台は、アメリカ合衆国の俳優であり、映画監督、映画制作者。本名、ニコラス・キム・コッポラ、ニコラス・キム・コッポラ。カリフォルニア州、ロングビーチ生まれ。父、オーガスト・コッポラは、イタリア系で、大学教授兼作家。母、ジョイ・ホーゲル・ザングは、ドイツ系のバレエダンサー。いい マーク・コッポラ、クリストファー・コッポラがおり、クリストファーは映画監督をしている。父方の祖父は作曲家のカーマイン・コッポラ、祖母は女優のイタリア・ペニーに、おじに映画監督のフランシス・フォード・コッポラ、おばに女優のタリア・シャヤ、いとこにソフィア・コッポラ、ロマン・コッポラがいる。ビバリー・ヒルズ高校中退。日本語学校に通っていた経験があるため、 日本語がある程度話せる。映画でもしばしば披露するほか、来日時には日本語で挨拶することもある。1981年に初体験、リジモント杯で、ニコラス・コッポラとしてデビューする。その後、現在の芸名に変更した。芸名の、刑事の由来は、マーベルコミック社のコミック、パワーマン主人公ルーク・ケージから。若い頃は、 コッポラ監督の老いと呼ばれることを嫌がっていた。オーディションを受けても、制作者たちの浴びせる質問は彼についてではなく、おじ、フランシスのことばかりだったという。本名のコッポラを名乗らず、あえて、刑事の芸名を使うことにしたのも、そのためと言われている。1995年のリーヴィングラスベガスでアカデミー主演団優勝を受賞。オスカー受賞後は、 芸術的な映画にとどまらず、対策映画にも積極的に出演した。同業のショーンペンは、刑事の対策映画出演をいぶかしく思っていると発言した。サターンフィルムズ、サターンフィルムズという映画制作会社を設立。2000年に、シャドウ・オブ・バンパイアに制作者として参加し、2002年には、サニー・ソニー、ソニーで監督兼ロデューサーを務めた。 その後も映画制作会社サターンフィルムズの共同経営者としていくつかの作品をプロデュースしている。1988年に女優のと結婚、1990年12月26日に二人の間に生まれたのが後にブラックメタルバンドアイズ・オブ・ノクターンのリードボーカルを務めるウェストン・コッポラー刑事である。1995年4月8日に 女優のパトリシア・アークエットと結婚したが、2001年5月18日に離婚した。2002年8月10日には、リサマリー・プレスリーと再婚したが、同年11月15日に離婚を申請し、2004年5月26日に離婚した。ちなみに、刑事はプレスリーのコレクターでもある。2004年7月30日に、ロサンゼルスの寿司店にてウェイトレスをしていた。 韓国系アメリカ人女性アリス・キムと韓国系ナイトクラブで出会い再再婚した。2005年10月3日に長男カルイコール・エル・コッポラ刑事が誕生した。名前のカルイコール・エルとはスーパーマンが生まれた時の名前である。2016年6月24日、広報担当者の話として同年1月にアリスと離婚していたことが発表された。 2011年4月15日、ニューオーリンズフレンチクォーターで泥酔して、近くにある住宅を自分の借家だと思い込んで、妻、アリスを引っ張っていこうとし、さらにわめきながらタクシーに乗り込もうとして、ドメスティックバイオレンス、治安妨害、公衆命定、日本の酒によって公衆に迷惑をかける行為の防止等に、関する法律違反相等の容疑で逮捕れたが、日本円で、 約94万円の保釈金を払い保釈され、仕事を再開した。非常に車好きで、フェラーリの現行車種を全車種、限定車のエンツォ等を含む所有している。また、イランのモハンマドレザーパフラビー元国王が所有していたランボルギーニを所有してたこともある。アメリカンコミック好きでも知られ、自身の芸名は、元より、息子にまで、 アメコミキャラクターの名を付けるほどである、カルエルは、スーパーマンの本名。彼のコミックコレクションをオークションにかけた際に、出品された400品目の中には、アクションコミック1号や、ウィズコミック1号、ディテクティブコミック38号、オールスターコミック3号等のレアアアイテムが目白押しで、総落札額は160万ドルに達した。また、 日本の青年コミックに並々ならぬ興味を示しており、論ずるに値すると述べている。しかし一方で、15歳の頃からコミックは読んでいないと、コミックオタクという印象を否定する発言がある。また、カルト映画も好きで、同じ趣味のラモーンズのリーダー、上位ラモーンとは親友だった。そのため、刑事は、彼が好きだったカルト映画。 ウィッカーマンおじ悲で2006年にリメイし、ラストにジョイ・ラモーンに捧ぐとクレジットした。しかしそのため、ラジー賞主演男優部門を、はじめご部門にノミネートされる結果となった。ガレージキットのコレクターでもあり、マンだらけを過去4回訪れている。その度に段ボール数箱分の買い物をするため、ニコラスが来た日は売り上げが跳ね上がるという。過去一番大きな買い物は、 高さ1.5メートルのガメラ40万円。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。